打ち込みは一般的に、腰で受けないで、体のなすままに相手が受けるっていうのが一般的な、まあ、打ち込みの受け方ですね。こういうふうに、相手の技に対して受ける方は、体全体の力を抜いた形で受ける、これが一般的に、打ち込みと言われている形ですね。それで、私たちが、指導を受けた、まあ、打ち込みっていうのは受け方がですね、体全体を、まあ、張るって言いますか、体全体を張った形で、受ける。ですから相手の腰が当たるときに受け方は、少しお腹を出して、ここで膝を伸ばして受ける。そうすることによってですね、打ち込みをしている、かけてる方は自分の姿勢が、どこが悪いか、これがもう、すぐに受けてる方は感じるわけです。で、かけてる方も自分の打ち込みの基本的な形がどこが悪いかということがはっきりここで分かるわけですね。それもう一つ大きな理由があります。それは、かける方も受ける方も腰で受けることによって、お互いが腰が強くなる。ですから、乱取りの時だけに腰で受けるのではなくて、もう打ち込みの状態から自分が腰で受けていく。で、それをかける方はしっかりとかけていく。お互いがそういうふうに、腰を強くする一つの大きな理由になります。一般的に受け方っていうのはですね、自分の下半身、それからお腹の力を抜いて受けますから、かける方も技が崩れてしまう、と同時に受ける方もこれは、訓練になりませんね。ですから、相手の技に対して、両膝を伸ばしてお腹で受ける。そうすることによってかける方も受ける方も腰がここで強くなりますね。ここに腰を張ります。こういう形で腰で受けます。